ビデオダイアリー December the 21st 2021 by Hiroshi Hayashi Hamamatsu City Japan ビデオ日誌2021年12月21日林博です。こんにちは。画像転送事件第4回目2021年12月20日20日午前6時頃から午前6時30分まで第4回目の画像転送事件があった。2021年12月20日の朝だった。始まった時刻についてはわからない。ワイフは午前5時50分頃だったという。私は実感時間としては10分間ほどだったと思うが、ワイフは40分以上だったという。だから私は間を取って始まったのは午前6時とした。終わったのは正確に午前6時30分だった。横でワイフがベッドから起き上がる雰囲気を感じていた。目は閉じていた。その朝は真夜中に1、2時間ほど目を覚ましていた。ベッドの上でパソコンを立ち上げ、それを見ていた。それもあって強く意識したわけではないが、私はもう少し横になっていようと思っていた。と思う。その時、それは始まった。瓦礫の山。最初それは瓦礫の山だと思った。大小さまざまな立方体、直方体、不定形な物体が無造作に並んでいた。それらが無造作に重なっていた。爆撃を受けた大きなビルみたいだとも思ったが、どの物体も H はシャープで美しかった。そう、美しかった。それを軽く見届けた段階で、私はワイフにこう言った。また始まった。画像転送事件だ。と。全体が薄い水色。明るい淡い水色。ところどころ濃い水色。どこか丸っぽい岩石のようなものも見えた。が、表面はザラザラしていて、コンクリートのように見えた。が、全体に淡い、明るい、きれいな水色を放っていた。濃淡はあった。それが頭の中で広がったとき、と言っても、それが見えた直後のことだったが、私はまた声を上げた。始まったーと。横にワイフがいる気配を感じていた。画像転送が始まったと。同時にすごい光景だと言ったと思う。すごいすごいすごいと。確かにすごかった。精緻で詳細だった。全体に薄い水色の光を放ちながら、なおかつ幾層にもそれが重なってそこにあった。立体感があった。手前のは大きく、遠方のは小さかった。私はすぐ第1回目の画像転送事件のように実況中継風に喋り始めた。ここにこんなものが見える。ああ、そこにはあんなものだ。ここにもこんなのがある。ぐにゃっと曲がっている。なんだなんだ、と。目の前にいろいろな形のものが散らばっている。四角いものもある。丸いものもある。爆発現場みたいだけれど、どれも形がしっかりとしている。細い塔のようなものも見える。それが数本重なって見えるところもある。
私は自分が恐ろしく冷静なのを知った。驚いたが、その驚きはすぐに消えた。興奮はしていなかった。画像転送事件。2018年の11月第1回目、空間に無数の書類のようなものが浮かんでは消えた。2018年12月1日、第2回目、後で火星の大地と分かった。2019年の夏ごろ、第3回目、場所は分からないが、全体が錆びた鉄色の世界だった。無秩序に並んだ都市のようだった。そして今回第4回目が、今回は冷静だった。そこに見えるものをしっかりと目で捉えていた。しっかりと見てやろうと自分にそう言って聞かせたのを覚えている。これは第1回目から第3回目の画像転送事件の時の反省によるもの。客観性。私はその光景を目で追いかけながら、同時進行の形でこう思った。これが夢でないという証拠はあるのだろうかと。言い忘れたが、その光景はゆっくりと左から右へ移動していた。スムーズに移動しているというよりは、スーッとゆっくり画面が移動した後、一瞬戸惑ったかのように動きが鈍くなり、また動き出した。スーパッ、スーパッ、スーパッというような感じだった。蒔絵のような動き方だった。ゆっくりとだが、右端の光景が消えると同時に、左端の光景が左に見えてきた。私は何とかこう思った。これは夢ではないが、夢でないという証拠はあるのかと。最初に気がついたのは、私の頭は10度から20度傾いた電動ベッドの上にあった。が、見ている光景は水平を保っていた。私はワイフにこう言った。車の中でシートを倒した状態で外の景色を見ているみたい。実際、私は視線を動かしたり、頭を少し動かしたりした。が、その外の景色は水平を保っていた。もしこれが夢なら、頭がどんな角度にあっても、景色は頭の中の水平線に対して水平に見えるはず、と。が、その景色は私の頭がどんな角度になろうとも、あるいはかすかに動かしてどんな位置になろうとも、それには関係なく水平を保っていた。車の中から外を見ているみたいと、数回同じことをワイフに言ったと思う。ワイフがそこにいる気配はあった。そしてその都度ワイフは私に質問した。どこだかわかる？わからない。何が見えるの？ものすごい景色だ、ものすごい景色だ、と。実際それ以上言いようがなかった。これが夢なら僕のキャパシティを超えている、と。私は画像処理ソフトを思い浮かべていた。巨大な画像だと私の画像処理ソフトでは処理できない。そういうことは仕事をしていてよくあるが、私の目の前に見えている景色はあくまでも直感だが、その処理ソフトの限界をはるかに超えていた。実験。いくつかの実験をしてみた。第2回目の画像転送事件の時は、それは火星のどこかの基地だと後になって判断したが、それを見ている時は
その景色に圧倒されて、どこか受動的に見ているだけだった。で、その時の反省もあって、今回はいくつかの実験をしてみた。頭や視線を動かした時、その画像がどう変化するか、それを調べてみた。結果、大きく頭を動かしたわけではないが、動かしてもその景色は安定してそこにあった。繰り返すが、車の中でシートを倒し、外の景色を見ているような感じだった。頭や視点を動かしても、その感じは変わらなかった。もう一つ私はこんな実験をしてみた。まず右の方の景色をじっと見る。次に視点を左へ移す。それをじっと見る。次にまた右の方の景色に視点を移し、見直す。もし夢なら、その時右の方の景色は変わっているはず。脳のキャパシティを超えている。いくら脳の中で画像を結ぶとしても、それほどまでの、つまり精緻な画像は結べない。が、右側の景色は左側に視線を移す前の景色だった。それを自分で確かめた。つまり全く同じだった。変わっていなかった。例えて言うなら、それは街の中の風景と同じだった。右側の風景を見て、視線を左側に移す。そして視線を右側に移し、またそれを見る。その時もしそれが脳の中でできる映像だったら、その右側の像に乱れが生ずるはず。が、そういうことは、つまりその乱れは全くなかった。実際の光景をそのまま見ている感じだった。次に第2回目の画像転送事件のように、意思によって視線を移動できるかどうか実験してみた。第2回目の時は、その方向に目を凝らすと、その部分がどんどんと拡大していった。まるでカメラのズームレンズのように拡大することができた。が、今回は左右上下に少しだけ移動することはできたが、ズームアップはできなかった。見たい場所に視点を据えると、その部分はしっかりと見えた。極めて精緻。私はゆっくりと右へ移動するその画像を見ながら、こうも思った。こういう景色を記憶するためにはどうすればいいのかと。カメラがあったら数百枚は写真を撮るだろう、数千枚は撮るだろうと。そこに見える画像はゆっくりと右側へ移動していたが、上下幅には限界があった。ある一定以上、あるいはある一定以下、その上や下は見えなかった。右や左も見えなかった。遠近感はあり、ところどころ、さらにその奥へと続く洞窟のような暗い空間は見えた。が、暗いといっても濃い水色。私とワイフは普段通りの会話を繰り返した。ただ一つ違っている点は、私が目を閉じているところだけだった。あとは全く同じ。もし私がまぶたを開いていたら、今や車の中でする会話と同じ。全く同じだった。私はその都度喋った。ワイフはその都度あれこれ聞いてきた。私はその都度それに答えた。伝統はないの？ない、ないみたい。探しているけど見当たらない。暗いの？結構明るい。どこから光が来るの？いや、それ自体が皆
ぼんやりと光っている。影はないの？ない、影はない。ただ水色の濃淡はある。濃いところは影のようにも見える。輪郭は細い線で見える。とこんな会話が続いた。もう一つ実験してみた。私は思い切ってほんの瞬間だが目を開けてみた。広く開けたわけではない。外の光が十分目に入るほどの開け方をした。すると途端夜の景色って夕が私の目の中に飛び込んできたが、どこにも水色っぽい光はなかった。人と道路。第3回目の画像転送の時は人影を懸命に探したが、街のような風景だったが人影は見えなかった。上から見ていたが道路らしきものもなかった。その時の失敗、つまり後でもっとしっかり調べておけばよかったという、そういう思いがあったので、だから今回はそういう失敗はしたくないと思った。だから今回も懸命に人影を探した。第3回目よりもさらに熱心に人影を探した。が、人影は全くなかった。道路らしきものもなかった。というのも、私はそのすぐその景色がどこかの都市の風景だと分かった。同時にこうも思った。全体は巨大なパイプかホラー穴のような世界だった。上には上の都市があったが、どれも逆さまになっていた。もし重力があるなら、上の都市は下へ落ちてくるはず。都市といっても、全体として無数の瓦礫を積み重ねたような世界だった。上下はない。私はその世界が無重力の世界だと知った。が、水の中でもない。遠方の景色もしっかりと見えた。立体空間であることであることはそれで分かった。が、実際遠近感は分からなかった。大きさも分からなかった。空間の幅は何キロと聞かれても答えようがない。ワイフは横でこう聞いた。広いの？大きいの？と。が、その都度私は分からないと答えた。巨大な空間なのか、それとも極小の空間を拡大して見ているだけなのか。だから私は人影を懸命に探した。人が見えれば、その人を基準にして、その空間の大きさがわかると思った。で、窓らしきものが見えると、私はその部分を集中的に見た。神経を凝らした。じっと見た。が、人影らしきものは見えなかった。第2回目の時は、一度人影らしきものが見えたような気がしたが、すぐ私の方が視線をそらしてしまった。後になってそれが残念でならなかった。道路もなかったが、ところどころ細いパイプのような塔は立っていた。それが数本から十本くらい束ねられていた。電線のようなものがその間をつないでいたが、電線だったかどうかはわからない。光景はゆっくりとだが別々のものだった。繰り返しではなかった。巨大な岩のようなものが視界の大部分を覆ったこともある。巨大な洞窟のようなものもあった。が、そこは上下のない世界だった。上部にも逆さまに都市らしきものがあった。それが前方の壁のような側面にも張り付いていた。もちろん眼下にもあった。その光景はこの地球上で見るような景色だった。大都会を
遠くから見るような景色だった。私はこうも思った。どこかで一部だけでもしっかりと形を記憶しておこうと。私は横にいるはずのワイフにこう言った。書斎から紙と鉛筆を持ってきてほしいと。ワイフがベッドから離れていくのを感じた。そしてしばらくすると私にその紙とペンを渡した。私はその紙とペンを手で受け取った。私は目の前に見える景色を目を閉じたまま書こうとしたが、机がなくてそれができなかった。目を覚ましたらすぐ書くとワイフに言った。こんな実験もしてみた。そこは水色の景色だった。また光はどこから来るのだろうと思った。が、そのあたりを見回してみたが、高原のようなものはなかった。同時にそこに見えるすべてのものが自分で薄暗く光っていることを知った。あの第二回目の火星の大地と思っている光景は、ガラス板を下から光源を当てているような景色だった。全体が光っていた。が、今回はそうではなかった。それぞれが、それぞれの形がぼんやりと光っていた。で、こんな実験もしてみた。これも先に言ったが、その水色の光がどこから来ているかを知りたかった。そして再び瞬間だけ目を開いてみることにした。実際瞬間まぶたを少し開いてみた。が、外の様子はやはり夜中の寝室だった。色のない世界だった。もやもやとした暗闇の世界だった。何も見えなかった。青色の光源体はどこにもあるはずがないと再び確認した。で、目を再び閉じた瞬間、光景が不安定に歪んだのを感じた。しまったと思った。同時にやはりこれは夢なのかと思った。光、全体に水色の空間だったが、色がなかったわけではない。時々その間から赤い光や黄色い光が瞬間ぼんやりと現れたり消えたりしていた。で、その都度私はその方向を見たが、同時にそれはそのままスーッと消えた。全体で、つまりその30分の間でそういうことが4回から6回あった。風景は精緻だった。極めて精緻だった。視力との関係で言うなら 2.0 どころではない。いくつかわからないが 3.0 でもいいし 4.0 でもよい。というのは、もう私の目はガタガタ、近視、遠視、乱視が入り乱れている。それに眼鏡の度数も合っていない。数メートルも離れたらパソコンモニターの文字など全く読めない。が、その景色は違った。精緻すぎるほど精緻。細いパイプ、あるいは電線のようなものまで一本一本クリアーに見えた。見ようと思えば一本一本クリアーに見えた。それが美しかった。どれも淡いブルーの光を放ち、美しかった。場所。ここはどこだろうと何度も考えた。同時に目を覚まさないように気をつけた。まぶたを開ければその景色は、光景は消えるだろう。それはよくわかっていた。だから横にいるワイフと普段通りの会話をしながらも、それ以上に脳みそが覚醒しないように注意した。いくら画像転送言っても脳の中の映像、どこかおぼつかなく不安だった。あの第3回目の時は朝まで見ていてやろうと頑張った。時刻は真夜中の12時を挟んでいたと記憶しているが、結局は
30分ほどで目を開けてしまった。そのまま画像は消えてしまった。が、今回は頑張らなかった。その代わり、その光景をしっかりと記憶しておきたかった。が、やがてその光景が大きく変わった。左側の方が急に明るくなった。洞窟の出口？と思った。明るい橙色の光とそれを上から包むような黄色い光が見えた。眩しくはないが美しい光だった。外へ出ればここがどこだかわかるかもしれないと私は思った。私は懸命にそちらの方に向かって視線を動かそうとした。がそれほど動かなかった。頭も動かしてみたが、それほど動かなかった。動かないばかりか、全体の3分の1ほどをその橙色と黄色の光が覆ったところで、画像の動きが変わった。勝手に動き始めた。右側にあった洞窟の方に向かい始めた。私はさらに左側にある明るい方を見ようと頑張った。が、そのあたりで意識が薄れていくように感じた。その光景が遠ざかっていくように感じた。同時に周囲の光景がスーッと消え始めた。私はそれを確認すると、ゆっくりとまぶたを開いた。ワイフが私の右側に横になっていた。同時にワイフは私に紙と鉛筆を渡した。感想。ものすごい景色だったと私。夢ではない、あれは夢ではないとも。第1回目から第3回目の時もそうだった。夢のはずはないとその時はそう思った。が、日が経つにつれて、つまりその光景自体の記憶が曖昧になると同時に自信がなくなっていった。夢だったかもしれないという迷いがゆらゆらと記憶を曖昧にした。そういう経験があるから今回も何度も自分に問いただした。夢ではなかった、絶対に夢ではなかったと。そして自分に何度も言い聞かせた。夢ではなかった、夢のはずはないと。まぶたを開けた直後にその絵を描いた。その日の昼にも一枚描いた。そしてもう一枚その次の日にも描いた。さらにもう一枚その次の日に描いた。全部で4枚描いた。断片的な記憶を懸命につなぎながら、懸命に思い出しながら描いた。まともな形はない。馬の馬蹄みたい。あれはアンテナだったんだろうか。洞窟の中はどうなっていたんだろうか。コンクリートの地肌みたい。窓みたいなものがあった。爆風で飛ばされた瓦礫みたいだけれども、それでいて皆秩序がしっかりとしていた。その都度自分で思ったことを呼び起こしながら書いた。が、時の流れというのは過酷なもの。画像転送直後はどこで目を閉じてもその水色を思い出すことができた。しっかりと脳裏に焼き付いていた。が、今は違う。ついおとといの朝のことなのに、もうその水色は脳裏から消え始めていた。木星のエウロパ。出口と私が思ったところで、つまり洞窟の出口と私が思ったところで、私はそこで橙色と黄色の世界を見た。出口から出ればそれがどこだかわかるはずと。で、その話をしているとワイフが横からこう言った。あなた、そこは木星じゃないと。2021年12月20日の昼食後の午後のことだった。途端そこがどこであるかが分かった。ああ、
木星だ、木星の衛星だと。水色の衛星、つまり月。そしてそれもすぐ分かった。その場でノートパソコンを立ち上げ、木星の衛星を検索してみた。途端、水色の衛星の写真が飛び込んできた。あのエウロパだったと。と言ってもエウロパだとは断定できないが、今のところエウロパしか考えられない。第2回目の時は火星だった。だから今度はその次の木星。感動。実はその時初めて感動が心の中に充満してきた。充満した。曖昧な記憶が一気に表に吹き出てきたような感じだった。同時に感謝の念がどーっと胸をついた。私は両手を握ると天に向かってこう言った。ありがとうございますと。嬉しかった。本当に嬉しかった。そして私はワイフにこう言った。人間で木星のエウロパを見たのは僕が初めてだよと。いつか遠い未来、人間がエウロパを探検したとき、私がここに描いた景色を人間は目撃することになるかもしれない。そしてそのとき、私が見せてもらった画像転送が本当だったと知るかもしれない。が、遠い未来といっても100年も先ではない。意外と早くやってくるかもしれない。エウロパについて言うなら、すでにその計画は進行しているという。探査機を着陸させるくらいなら20年から30年の間にできるだろう。それまで結論はお預け。2021年12月21日午前4時30分記録で、ワイフが質問したことをですね、紙に箇条書きし、またそれにどう答えたかについても簡単に説明しておきます。立体感はあった。いわゆる 3D の世界だったということですね。遠近感はわからない。遠くの景色も近くの景色も同じようにクリアだった。色は水色の美しい色だった。明るい爽やかな感じで、何度も綺麗だなぁと思ったのを覚えている。その物体すべてがどこかの住居あるいはビルのようなものだったと思う。道路はなかった。時々近くに大きな岩っぽいものが見えたが、それはコンクリートのような肌をしていた。全体として見るとごちゃごちゃ、全くのごちゃごちゃ、薄暗い世界。左はトンネルの出口のようだった。出口だと思った。全体を通して私は冷静だった。影はなかった。それは確かめた。が、濃淡はあった。その濃いところが影のように見えたかもしれない。まあ、カメラがあったらですね、100枚から1000枚、もっと写真を撮っただろうなと思う、まあ、それぐらい濃密な世界だったということです。で、6時という、まあ、時間はですね、私は最初ワイフ目を覚ました時に10分ぐらいだったかと聞いたら、ワイフがそんな短くはないわよと言ったんですね。もう40分ぐらいになるよってなことを言ったもんですから、まあ、間を取って6時頃から6時30分というふうに自分にそう言い聞かせて結論を出した。それからところどころに細いパイプのようなものが見えた。で、橙色と黄色だったということからですね、これは後になってからワイフが木星じゃないと言った後のことなんですけども、私はその木星の月の一つの地下都市だと、それは後になってそう思いました。
細いパイプも見えた。それから重力はないと判断しました。上の方を見ると、上の方から今度は下に向かって、あるいは斜め手前の方、私の方に向かって、その建物のようなものが、まあ、つららのようにぶら下がっているところがあった。それからそういうことも考えて、もしそこに重力があるならば下に落ちてくるはずということで、重力はないと判断した。それから冷静に、とにかく全てをですね、私今回はですね、極めて客観的に、冷静だったですね。ここはどこなのか、これが夢でないという証拠があるのかとか、あるいはそのこういう場合はどうなるんだということを自分でそのままその場で確かめました。視点も時々動かして、景色が動かしてですね、景色が歪むか、いわゆる不安定になるかを確かめたけども、そういうことはありませんでした。それからところどころに深い、さらにその向こうに向かうような洞窟の入り口があちこちにあった。それが何て言いますか、吸い込まれるというよりも中の奥の方に続いている感じがした。塔のようなものもあった。ライン線もあった。でから、それ見てるときに、第一に夢ではないと思ったその理由はですね、明らかに脳の記憶のいわゆる造影キャパシティを超えているわけですよね。いくら例えば数字を、並んだ数字を記憶できるといってもですね、私の場合はじっと見て、例えば20ぐらい数字が並んでいたとしてもですね、じっと見て目を閉じて、で記憶できる数字というのは、せいぜい今はもう 10は無理ですね。もう5、6個まで覚える程度で、あとはもう記憶から消えているわけですけども、その私が見せてもらった画像転送はですね、明らかにその記憶の造影キャパシティを超えていたということです。あまりにも精緻で細かくて広大だったということです。それから先ほども言いましたように、画像はですね、そのスーッとスムーズに流れていくんじゃなくて、スーッとなんとなくそこで動きが緩くなって、またスーッというふうに画像がですね、いわゆる周期的に戸惑いながら、瞬間ね、戸惑いながら流れていくような印象を持った。でから少しぐらいならですね、景色を、あちこち見ようと思って視点や頭を動かすと、少しぐらいなら、視点を動かすことができた。で洞窟の奥の方はワイフがね、どうなってるってその場で聞いたんですけども、奥は覗いても真っ暗で何も見えなかったということですね。あるいはその中もまた別の都市があったのかもしれないということなんですね。でライトはなかったと。例えば光源体と言いますかね、光を放つようなライトはなかったと。時々ポッポと、いろいろ赤や、ね、黄色、白もあったですね、ような光がポーッと消えてスッと消える、ポーッと消えてスッと消えることはあった。でその光を追いかけたんですけども、それは消えてしまった。それから形はですね、その時も何度も思ったんですけども、不定形です。絵に描いた時はですね、癖で直方体だとか立方体をさささささと描いていきましたけども、実際にはぐにゃーっと曲がってたりね、あるいはその不定形でした。で直方体が多かったようにも感じましたけども、直方体ではなかったと思います。下の方がぐにゃーっと曲がってたり、膨らんでいたりというような形で、とにかく不定形であったもんですからね、この形を覚えられるかなというふうにふと不安に思ったこともありますし、どれもまともな形はないなというふうにも思いました。それから上の部分にも先ほど見ましたように建物らしきものがあったので、何度もここは無重力の世界だと思いました。全体として、その私が、見てる視点はですね、その洞窟の中の空間を飛んでいるように感じました。光はなく全体にぼんやりと光ってたということですね。で1、2度ですけどね、窓らしきものがあったんですよ。で私ね、人影を探そうと思ってね、じーっと目を凝らしたんですね。ところが何もないんですよね。窓の四角いというか、窓だなと思えるものがあったんですけども、人影のようなものは全く見えなかったということですね。そこに例えばですね、人間のようなものが見えればですね、全体の大きさも分かったわけですけども、そういうものは見えなかったということ。そして全体の印象としてはですね、とにかくごちゃごちゃしていました。そのごちゃごちゃ感というのはものすごかったですね。しかし、ゴミのようなものではなかったということですね。そして、爆発現場のいわゆるその
瓦礫の跡のようにも見えましたけども、そのような無秩序な、なんて言いますかね、その爆発、それぞれ違うんですね。やっぱりそれでいてきちんとその、例えばその輪郭も、それぞれの物体の輪郭もですね、壊れているという輪郭ではなくて、シャープにね、エッジが取られているとかね、そういう感じで、あ、絵はね、手で描いたもんですから、本当はですね、線引きで、初めに線引き使って描き始めたんですけどもね、大変だということはすぐ分かりましたのでね、曲線も多かったもんですからね、手で描いたわけですけども、どこか漫画っぽい描き方になりましたけども、アニメ風のね、あの風景になりましたけども、そうじゃなくて実際にはシャープでね、綺麗でした。あんないい加減なラインじゃなくて、シュッ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 って感じで、それが極めて精緻に見えましたね。で、それぞれの建物は輪郭がしっかりとしていて、そして手で描いた手書きの輪郭ではなくてですね、まさにいわゆる線引きのようなものあるいは何かのね、グラフィックソフトで描いたような線であったということです。そして私はそれ見ながらですね、自分自身は空中を飛んでいるような印象を持っています。今でもそういう印象を持ってます、持ってました。で、とにかくそういったことをですね、冷静客観的に判断しながら、そしてその都度ワイフに以上のようなことをですね、答えながら思いました。で、今になってみるとですね、なんであの時ボイスレコーダーを持ってこいって言わなかったのかなと思いましたけどもね、それがあれば、あの時に今度ね、そういうことがあれば、もう今度紙と鉛筆だけではなくてですね、ボイスレコーダーも持ってきてって言うつもりでいるんですけどもね、それも今回新しく学んだことです。で、その都度私は、ごく普通の説明をしたということですね。で、結論から言うと、エウロパという名前出しましたけど、それはあと昨日になってから分かったことでしたね。実際にはそのエウロパの中のね、地下のどこかの地底基地か地底都市のようなところをですね、その洞窟というか細長いね、パイプのようになっている洞窟の中をスーッと抜けて表に出てきて、その明るいと思ったのは木星ではなかったかと思います。ただ木星の、それはワイフが聞いたんですけどね、木星のあの円形のその惑星は見えませんでした。私が見たのは左の方にですね、下の方にあの橙色、上からですね黄色い光が、境界ははっきりしてませんでしたけども、ぼんやりとした光がですね、お互いに混ざり合うようにして、そこの教会のところはね、そしてそこに明るかったんですよね。とにかく明るかったもんですから、ここから出ればね、そこがどこだか分かるということで、またその色が美しかったこともあって、きっとね、その出ればまた別の景色が広がるんじゃないかと思って、つまりそこを出ればまた別のものが見えるんじゃないかと思って、グー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 と、ね、視線を引っ張ったんですけどね、逆方向に動いてしまいましてね、どういうわけだか。そしてその右の方にあった、さらにその向こうにある洞窟の方にスーッと引っ張らせるなったもんですから、私はぐっと抵抗したんですよね。その勝手に私を引き込んでいくような感じだったもんですから、そこで私は意識はあったんですけども、いわゆる画像がですね、もやもやもやとして、私の方からなんとなく目を覚ましたという感じです。で、その後そのすぐね、何かパソコンだったかな、ノートパソコンを台にしてですね、その上に書いた景色っていうのは1枚で、その時ワイフが持ってきた紙はですね、私がワープロで使ったプリントアウトした紙の裏に書いたもんですから、皆さんに見にくいかもしれませんけども、忘れちゃダメだと思いましてね、それを一生懸命書きました。で、今日までに4枚書いて皆さんにお届けしました。ゆっくりご覧になってください。とにかく精緻な世界でした。以上、事実のみを話しました。バイ。Arthur C. Clarke wrote in his book 2010 Odyssey 2 as follows.
All these worlds are yours except Europa. Attempt no landing there. Use them together. Use them in peace. アーサー・C・クラークは2010年宇宙の旅の中で次のように書き残しています。すべての世界は君たちのものだ。ただし、エウロパを除く。決してエウロパに着陸を試みてはならない。他の世界は一緒に使え、そして平和に使え、と。現在、この太陽系において、地球の他に最も生命体が存在する確率が高いと言われているのが木星の衛星の一つのエウロパです。エウロパには液体の水の海があると言われています。これが木星ですね。そして左下の方にあるのがエウロパの影です。で、これがエウロパです。全体を厚い氷に覆われ、その下に海があります。そして表面には生物によるものと思われる黄色いラインが無数に走っているのがわかります。で、そのエウロパからですね、高さ200キロの噴水が飛び出ているのが NASA の宇宙望遠鏡で観測されています。高さ200キロですからね、皆さん。まあ、大変な噴水ということになります。そしてその隙間を狙えばですね、ドリルで穴を開けなくてもその海に到達することができるというわけです。で、これらの絵はですね、エウロパの創造図ということになります。まあ、このような水蒸気がですね、地表面から宇宙に向かって吹き出しているというわけです。で、吹き出した水蒸気は凍って、まあ、地表面に落下するというわけです。壮大な光景ということになりますね。Europa is the most likely place to find life in our solar system today because we think there's a liquid water ocean beneath its surface. Now we know that on Earth, everywhere that there's water, we find life. So could Europa have the ingredients to support life? We might be actually looking at a body that is presently alive, presently active, and presently undergoing its geology.There is too much evidence right now lying around on the surface, the red stuff, that suggests that something's going on there. Is that an environment that is habitable for any sort of life form? By golly, we really have got to go back and figure that out. We have designed the Europa mission to take a spacecraft and its set of instruments all the way from planet Earth to Jupiter.Previous mission concepts were for a spacecraft that would orbit Europa, but Europa is bathed in radiation from Jupiter. Any mission that goes in the vicinity of Europa is cooked pretty quickly. Instead, we're looking at a mission that will orbit Jupiter, make close flybys of Europa, and then zip out of the high radiation region. Kind of like when I was a kid, we had the sprinklers, and we didn't want to be too close to the sprinkler head, so we would run in and get a little water and then run back out again.
The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different? Run into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USAF retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to the Stanford Business School to study management, and then promptly assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile, and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. America 空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題、あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては、1952年の7月の事件があります。その事件の時は、私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、 つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。
二例のうち先の一例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実 ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。二つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでしたが、これは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious.地球の他に最も生命体が存在する確率が高いと言われているのが木星の衛星の一つのエウロパです。エウロパには液体の水の海があると言われています。これが木星ですね。そして左下の方にあるのがエウロパの影です。で、これがエウロパです。全体を厚い氷に覆われ、その下に海があります。そして表面には生物によるものと思われる黄色いラインが無数に走っているのがわかります。で、そのエウロパからですね、高さ200キロの噴水が飛び出ているのが NASA の宇宙望遠鏡で観測されています。高さ200キロですからね、皆さん、大変な噴水ということになります。そしてその隙間を狙えばですね、ドリルで穴を開けなくてもその海に到達することができるというわけです。で、これらの絵はですね、エウロパの
創造図ということになります。まあ、このような水蒸気がですね、地表面から宇宙に向かって吹き出しているというわけです。で、吹き出した水蒸気は凍って、まあ、地表面に落下するというわけです。壮大な光景ということになりますね。In 1974, a binary encoded message was transmitted to the heaven by SETI while the search for extraterrestrial intelligence from El Cebo, which is one of the largest observatories on the northern coast of Puerto Rico. This signal was aimed towards the globular star cluster M13, some 25,000 light years away, and consisting of some 300,000 stars in the constellation of Hercules. On 14th of August 2001, two new crop formations were reported near Chilburton Radio Telescope in Hampshire, UK, most possibly in response to the binary encoded message transmitted from humans to the heaven in 1974. Two crop formations in Chilburton were very impressive looking and consisted of a large number of small pixels which, when viewed from the air, formed a recognizable shape unlike many other crop formations. One represented a human face and the other resembled a radio transmission that SETI sent from the El Cebo radio telescope in 1974. This latter formation is examined here in this video in which I, Hiroshi Hayashi, hope to examine where they live and where they are from. 1974年、カール・セーガン博士らにより、SETI、つまり地球外知的生命体探査機関により、宇宙に向かって二進数で書かれたメッセージが送られました。約2万5000光年先にある30万個の星々からなるハーキュリー星団の中の球状星団の M13 に向かってでした。そしておそらくエイリアンによるそのメッセージの返事なのでしょうが、その27年後の
2001年8月14日、あるいは21日という説もありますが、UK のチボルトンの電波望遠鏡のそばの畑にクロップサークルが現れました。それは今までになかった特殊な方法で描かれた地上絵でした。当初それが何の絵であるかわからなかったと言います。が夕方になり、影ができるとそれは人間の顔であることがわかりました。そして3日後の8月17日、今度は別のクロップサークルが同じ場所に現れました。それはカール・セーガン博士らによって送られたメッセージと同じ方式で書かれていました。そのメッセージの中に、実は重大な情報が隠されていました。つまり、この太陽系における彼らの故郷が、そのメッセージの中に隠されていたのです。もっとも、こうした情報は、そのクロップサークルがエイリアンによって書かれたものであるということが大前提になっています。人間によって書かれたいたずらということになれば、それまでですが、私、林浩司は、エイリアンによって書かれたものではないとは、さらに言えないということで、そのクロップサークルは、本物、つまり、エイリアンからのメッセージと判断しました。その中に、太陽系における、彼らの故郷が隠されていたのです。広し林、浜松市、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。まず皆さんを、UK のハンプシャー州、チボルトンへ案内します。電波望遠鏡があります。まあ、ハンプシャー州というところはですね、言うなれば、クロップサークルのメッカということになります。この周辺では数多くのクロップサークルが現れています。で、これがその顔なんですけども、これはまさしく陰影画法によって描かれた顔ということになります。当初、何が描かれているかわからなかったんだそうですけども、夕方になって影ができて、初めてこれが人間の顔であることが分かったそうです。そしてその3日後の2001年8月17日に、このクロップサークルが現れました。このクロップサークルは1974年カール・セーガン博士らがですね、セチ、つまり地球外敵生命体探査機関によって宇宙に向かって放たれた二進数で書かれたメッセージのその返事ということになります。One, suddenly the media paid some interest, because then something appeared that was almost impossible to overlook.Right behind me is Britain's largest radio telescope, the Chilbolton Observatory. And here it was that the greatest sensation in the crop circle history was to appear in the fields right in front of the telescope. On the morning of 14th of August 2001, a formation was discovered which was different from any other previously seen. From the ground it looked like a tangled mess, wisps of crop spread around in no system.However, in the evening with growing shadows, a picture appeared. Unmistakably that of a face. That picture represented a whole new technique, a screen technique, the same that's used for printing a picture on paper. 3 days later, the face was joined by something that looked like a data strip. Rows of counters made out of standing and flattened crop. But soon, an astonishing similarity is discovered.In 1974, the astronomer Carl Sagan composed a message that NASA sent into space from the Arecibo telescope in Puerto Rico. Binary figures, which constituted a graphic code presenting key factors about humans and the planet we live on. 27 years later, an identical pattern appears in a crop field right in front of a similar radio telescope. However, on closer inspection, it seemed to show that the code contained some fundamental differences.Sagan's message explained our calculation system, the dominant chemical substances within the elements that create life on Earth, about our DNA code, humans' height and quantity, and that we live on the third planet in our solar system, and lastly, a sketch of our radio telescope. The message received described the same calculation system, but that silicon is most dominant in life forms in contrast to carbon.The drawing also clearly shows a humanoid figure with large head in relation to its body. It's also explained that they have an extra string in their DNA, are approximately 4 feet tall, inhabit the third, fourth, and fifth planets in their solar system,
and have a population of around 21.3 billion. Underneath, the telescope has been replaced by something more complex. 1 year earlier, a strange crop circle had appeared in the same place. Is this the same illustration as in the sender's code? Is this the correspondent's radio telescope? If this is not an extremely clever and well-calculated joke conducted by humans, is it a serious response from an alien civilization? The Chilbolton crop formations really gave new life to the speculations of who is behind this. Is it aliens? Where do they come from? And what is their purpose of this type of communication? では検証を続けます。これがですね、1974年、カール・セーガン博士らがですね、宇宙に送ったメッセージです。つまり、セチ、地球外知的生命体探査機関によって送られた、まあ、二進数で書かれたメッセージということになります。0と1だけで、まあ、絵が描かれているということですね。で、それを分かりやすくしたのが、左から2番目であり、その、それぞれの意味はこのように解説されています。で、まあ、いろんな、メッセージがこの中に込められているわけですけども、下から2番目って言いますかね。今、赤枠で囲ったところに注意してください。この赤枠で囲ったところはですね、向かって右側から太陽、そして水星、金星、地球となります。この3番目の惑星のところで上に一コマ出てますね。これは、この地球がですね、人間の方に近い、一歩出てるということで、この3番目の惑星に人間が住んでるということを示したということになります。まあ、カール・セーガンはこのような形で、人間がいる場所、すなわち3番目の惑星、すなわち地球を示したということになります。で、まあ、これが私たちの惑星ですよということを、遠い宇宙のね、知的生命体に伝えようとしたということになります。この方式をしっかりとまあ理解しておいていただきたいと思います。すなわち、地球だけが一コマ上に出ているということですね。すなわち、人間に近い。なあち、この星に、惑星に人間が住んでいるということを示した。ということになります。で、それに対して、いわゆるまあ、チボルトンの電波望遠鏡の前に現れたクロップサークはですね、まあ、エイリアンからの返事だと、林博士はそのように理解していますけども、その中に、まあ、エイリアンのこの赤枠ですね、の姿が描かれ、そしてその下に太陽と、やはり、9つの惑星が描かれています。中央にエイリアンらしき頭の大きいエイリアンが描かれてますね。そしてその下に向かって右から太陽、それから水金地火木土天海冥と続いています。一番右が太陽ということになります。そして今度はですね、その返事ですから同じように解釈するのが私は合理的だと思います。水星、金星は下で、で、地球が上に一コマ跳ねてますね。そして火星も一コマ跳ねてます。それから木星も一コマ上に跳ねてます。そして、あとは続きますね。土星以下続くわけです。となりますと、同じ方式で、カール・セーガンが宇宙に送ったメッセージの、まあ、方式と同じ方式で解釈するならば、このエイリアンは地球、火星、木星に住んでいるということになります。なあち、このような形でエイリアンが返事をしてきたということになります。ところが木星は4つになってますね。まあ、それは当然なんで、木星はガス状の惑星ですから、まあ、いわゆる生物が住める環境にありません。しかし、4つの、月があります。それが、イオ、エロパ、ガニベデ、カリストということになります。その4つを表しているというふうに、まあ私は解釈しました。あるいはそのように解釈している人はすでにいるかもしれません。で、これは木星ですね。そしてこの木星には4つの大きなですよ。まあたくさんあるんですけども、惑星がある。それが今言いましたように、イオ、エオレパ、ガニパ、ガニベデ、カリストということになります。この4つが、この木星の代わりに描かれているということになります。そしてその4つの、まあ、月がですね、ごめんなさい、惑星、月がですね、一コマ上に近づいてますね。エイリアンの方に近づいてるから、この4つの惑星には、ごめんなさい、月には、ごめんなさいね、エイリアンが住んでいるということになります。これが、イオ、エウロパ、ガニベデ、カリストです。まあ、こういう形でですね、その、なんて言いますか、1974年にカルセーガーらが送ったそのメッセージに対して、エイリアンが返事をしてきたということになります。で、イオ、エウロパ、ガニベデ、カリストを並べていました。まあ、これはですね、私の方で作為的に並べたのであって、左の絵と同じにしたというわけではありません。このような形で、まあ、エイリアン側の返事にはですね、私たちは木星に住んでいるよ、すなわち木星の月に住んでいるよということを示したということになります。つまり、
この太陽系の中では火星、地球、そして木星の月が彼らの、まあ、住んでいる月、まあ、星ということになるわけですね。で、結論となりますけど、これはまあ、やはり、エイリアンの顔ですね。いわゆる、まあ、頭が大きい、ラージヘッドということになります。あるいはグレーかもしれません。が、そこは重要なポイントではありません。が、ともかくも、いわゆるまあ、エイリアンから送られてきた返事の中には、彼らが住んでいる惑星と、そして月が描かれていたということになります。上にもう一度それを示しておきます。地球と月と、そして木星の4つの月ということになります。まあ、これらの星に、彼らは住んでいる。Arthur C. Clarke wrote in his book 2010 Odyssey 2 as follows. All these worlds are yours except Europa. Attempt no landing there. Use them together. Use them in peace. Arthur C. Clarke は2010年宇宙の旅の中で次のように書き残しています。すべての世界は君たちのものだ。ただし、エウロパを除く。決してエウロパに着陸を試みてはならない。他の世界は一緒に使え、そして平和に使え。